今日のお昼は唐揚げ弁当、豆腐とわかめ、お腹すいた時用のスナックゴールド。ではいただきます。ごちそうさまでした。はい、こんにちは、下川です。今回はですね、セラピストとしていかに楽しく、そして、成長していきながら、施術活動をしていくかっていうね、お話をしていきたいと思います。なぜこういう話をするかというと、僕自身がそうなんですよね。そういう風になってきてるから。で、最近ね、私の動画とかブログ見てくださった人は、その僕の今の現状をね、一部だけ切り取ってね、あ、いいなとか、すごいなとか思ったらダメですよ。ね、今は、こうですけど、こういう現状がありますけど、2、3年前っていうのは皆さんと一緒ですよ。もうちょっと前か、4、5年前、ね、いろんな悩みがあったし、で、苦しかったし、セラピストが嫌になった時もあったし、指痛かったし、ガチガチさんが怖かった。ね、皆さんと一緒なんですよ。だから過程を見てほしいんですよね。どういう考えで、どういう行動をしてきて、今この現状があるのかっていうことに気づいてほしいんですね。今の僕の一部分を切り取って、下川からできるんやろうとかじゃダメなんですよね。僕ももともとは皆さんと一緒だったっていうこと、はい、お願いします。で、大切なことはまず行動することね。みんな言うじゃないですか、行動ってね。例えば具体的に何をするかっていうと、もしあなたがセラピストさんであって、で、目標とするセラピストさんがいらっしゃったら、そこにまず会いに行ってみたらどうですか。会いに行って施術受けるとかね。で、話を聞いてみるとか。で、そういうので一つの行動でいろんなことが起こるんですよ。で、学べる学びもあるじゃないですか。その人の話を聞いたりとかしてね。で、そしたらまた次へと動くんです。まず動きましょうっていうことですね。行動です。僕もそうやって来ました。そして次は、言い訳をせずに考えるっていうことですよね。言い訳をせずに考える。まあ、ずっとね、サロンの中にいると、なんていうのか、例えばね、この前もこの話は、この前江坂店のスタッフにしたとこなんですけど、暇だったとしますよね。雨だからとかね。寒いからとか、あとは何、クリスマスだからとか、店舗が上の方にある8階だからとかね、そういうこと言ってたって仕方ないんですよ、ね、雨だからとか言ったって、繁盛してるとこは繁盛してるわけでね。で、寒くても繁盛してるとこはしてるっていうことでしょ。だから何でもその理由をなんか他に、言い訳をつけて、逃げるっていうことはダメです。そしたら考えることをしなくなりますよね。だから雨だからとか8階だからとかビジネス街だからとか言っちゃダメよっていうことをこの前江坂店のスタッフに言ったんですよ。思うのは勝手ですけど、口に出して言う、ね、ブログに書く、そういうことしてたらダメ、ね、本当に考え、何とかして集客しよう、なんでやろうっていうふうに考えなくなってしまうんですよ。だからいろいろ考えるということですね。で、晴れたら来るんかって、そうでもないでしょ。晴れてすごくいい天気で気候がいいのに暇な時もあるわけじゃないですか。そしたらそういう考えの人はどう言うかっていうと、天気良すぎるから皆さん行楽シーズンでね、出かけてるんだろうとかね、お出かけしてるんだろうとか言い出すんですよ。そんなん言ってたらいつお客さん来るねんって話でしょね。だからそういうことじゃないとね、いろいろ考えてやるっていうことですよね。で、あとは、助け合える仲間が必要です。やっぱセラピストって基本的に孤独だと思うんです。僕も孤独でした。一人でここでやってたんですけど、今となっては、そのガチガチ専門スタッフもいらっしゃいます。ね、フランチャイズのオーナーもいらっしゃいます。認定セラピストさんも全国に北海道から沖縄までいらっしゃいます。ね、まあ、すぐに会えるわけじゃないけども、今だったら、LINE、メールとか電話とかいくらでも連絡取り合えるんですよね。で、助け合えるんです。だからその助け合える仲間っていうのが
必要です。これがあると全然違いますね。セラピストとして、楽しくやっていく、で成長していくっていうのはやっぱり仲間っていうのが必要だなと思います。はい、で僕はですねこの数年かけて、数年というかこの認定セラピスト制度を始めたのは1年前なんでね、このここ1年で急激にぐっと仲間がふわっと増えたんですけどもやっぱりその僕がそうであったようにこの助け合える仲間がいるっていうことは成長し合えるっていうことですよね。で仲間がいるっていうことは もちろんその仲間って普通の仲間じゃなくて同じ志の仲間がたくさんいるっていうことは楽しいじゃないですか、やりがいがあるじゃないですか、助け合えるじゃないですかね。だからそういう環境を作ろうと思って僕は認定セラピスト制度を作ったんです。で今認定さん全国にいらっしゃいます。でガチガチ専門スタッフさんもいらっしゃいますね、あのフランチャイズオーナーもいらっしゃいます。これ全て仲間ですけどね。だから皆さん一人一人そういうふうに思ってもらえてると思います。そういう環境を僕は作ったつもりなんですね。だからその認定セラピストになったことによってその同じ志同士助け合って切磋琢磨してさらに、技術向上を目指すっていうね、こうプラスに働く仲間ですよね、チームですよね。はい、作ったつもりなんですよ。だからねこのセラピストとしてあの孤独感を感じたりとかどうやって成長していったらいいんだろうとかね、悩んでる方いらっしゃったらね、私は自信を持ってお勧めしたいと思います。このガチガチ専門の認定セラピストを目指してください。でこのもみほぐしのセラピストマッサージセラピストの分野であれば、私たちのこの認定セラピストのチームに入れば、必ず今まで言ってきた通りの効果があります、ね、楽しくで成長し合える助け合えるチームなんでね、ぜひここをね目指してもらいたいなと思います。でみんなでね、切磋琢磨してさらにさらに上を目指していって、施術活動したいと思います。